何をお探しかな。毎度あり。今は呼ばない方がいいな。行け。何の騒ぎだ。わしがダルメキア軍の参謀ハベルと知って刃を向けるか、この逆賊め。二人とも下がって。貴様は。ああ、クライブ様。俺が相手をする。ふん、一人増えたところで同じことだ。全員殺してしまえ。片付いたか。ご無事でしたか、ハベル卿。ラザフォードも怪我はないようだな。クライブ様、おかげで助かりました。こんな奴らに引けを取るとは、わしも年を取った。しかし、わしが軍の参謀としてなお襲ってくるとは、ダルメキアも落ちたものだ。バイロンが危惧していたのはこれか。貴様が指導だな。まずは礼を言う。おじから話を聞き馳せ参じました。どうかハベル卿、大混乱を避けるためおじの力添えをしてはいただけませんか。その前に一つ答えてもらおう。滞在人シド、貴様は今起きている混乱をどう見る。この混乱を生み出した原因の一端は間違いなく私にあります。私がやったことは許されることではない。ですが、こうも思っています。決して間違ったことはしていないと。終末に向かって進む世界を止めるため、人が人として生きていける世界を作るため、そのために私は自分の信じた道を歩むだけです。たとえそれが世界にとって罪深きことであったとしても。
腹を探ってやろうと思ったが、バイロンの言う通りの男かもしれん。今しばらくは信用してやるか。わかった、手を貸そう。アカシアどもの対策に追われていたとはいえ、状況を把握しきれていなかったのはわしの責任だ。それにダルメキアだけでなく他国も同様となれば、軍や兵に通ずる者が仕切るしかあるまい。感謝いたします、ハベル卿。貴様はどうする？私ですか？わしが兵をまとめる間にも治安は悪化していく。こちらの支度が整うまで民を導く者が必要だ。聞けば貴様は己の組織を率いているというならば、その腕を活かせると思うが。私にできることがあれば喜んで手を貸しましょう。ですが私にはまだやるべきことが残っています。それに民を導くという点で見れば、より優れたものに心当たりが。おお、そのものを連れてくることはできるか。気難しい男ですが、おそらく。よかろう。わしはこのままバイロンのもとへ向かう。貴様はその男を連れてこい。ええ、わかりました。それではクライブ様、私はハベル卿を主の屋敷へ案内してまいります。わかった、道中気をつけてな。失礼いたします。民を導くには人に愛され浸水されるほどの力を持った者が必要だ。それならロストウィングの艦隊、奴を置いて他にいないだろう。ゴールトン農場に行って奴に話をしてみよう。エーテルの光が、何なんだこいつは。簡単、一つ頼みがある。なんだクライブ、わざわざここに来たってことはろくな話じゃなさそうだが、
まあお前には恩もある。話してみろ。民を導くとは、いくら各国が混乱しているとはいえ、また大きな頼み事だ。ハベル教徒やらが軍を安定させるまでの間、民を争いに巻き込まないようにする。あんた以上の適任者はいないと思うが。お前に頼られるのは悪い気はしない。だが今の俺には家族がいる。これで十分なんだよ。すまんなクライブ、断らせてくれ。そうか、やってみなよカンタン。なんだ。話が聞こえちまったけど、民を導くって要は生きる場所を与えるってことだろ。それってカンタンがずっと俺たちにしてくれてたことじゃないか。ならその民ってのも同じ家族だ。カンタンが忙しい時には俺たちでブドウ畑の面倒を見る。ここの心配はしなくていいから。そうは言ってもな。家族が言うことを信じられないのかい。まったく、なんてやつだ。カンタン言ってたよな、村の一つや二つ立て直してやるって。ついでにさ、国でも大陸でもまとめて立て直してきなよ。あんたならそれができる。仕方ねえ。大切な家族にそこまで言われちゃやらないわけにいかないじゃないか。その言葉を聞けて安心したよ。それで俺は何をすればいい。ハベル教から連れてくるよう言いつかっている。後で迎えをよこそう。ああ分かった。それまでのんびり支度でもしておくさ。頼むぞ簡単。戻っておじさんに報告しよう。
死は、うん、闇よ。ここがガルニック。とにかく外観の処刑を探してみよう。これは軍の記録。うん、こんな書物まであるのか。これだ。よかった、残っていたか。この内容が真実なら。こんなところで先客に出くわすとは。まさかとは思うが、金書を持ち出そうなどと考えてはいないかね。金書？貴様、執行者か？おお、我々を知っておいでとは。ならば話が早い。貴様が持ち出した金書を速やかにこちらへ渡せ。これをどうするつもりだ？さて、私個人が決めることではないが、いずれにせよそれに記された全てが永遠に葬り去られる。ならできない相談だな。これをご所望する方がいるのでね。やれやれ、仕方ない。残念だが力ずくでいただくことにしよう。随分と手荒なことだ。
見事な腕前だ。貴様から奪うのは難しそうだな。なぜこの書物を狙う？外観の処刑、それは人の嫉妬と強欲の記録だ。持たざる者たる人が持てる者たるベアラーを数を頼みに虐げ陥れた恥辱の歴史。貴様はその記録が正しいと思うか？さあな。慎重すぎるな。剣の際に比べいささか凡庸な答えだ。まあいい。歴史の解釈に正しさは存在しない。事実の羅列にどんな意味を与えるかの問題でしかない。故に人の数だけ正しさがあるのだ。貴様が正しいと断じれば貴様にとっては正しくなるように。目的は何だ？我々執行者は人の守護者。人を害する知識や伝承をこの世から葬り去るが務め。それだけのことだ。今回は貴様に譲るとしよう。世界は狭い。またどこかで会うことがあるかもしれん。ではな。待て。消えた。ひとまず隠れ家へ戻ろう。ヴィヴィアンに届けなければ。頼んだぞ。ここからは歩こう。ここが孤児院。名簿が見つかればいいが。こんなものは処分か。ヘルマンの言ってた通り劣悪な環境だったようだ。ここの院長が書いたものか。記録というのが気になるな。白樹とやらを探してみよう。三方へと天に伸びた白樹、これか。なんとも不気味な木だな。根元に何かありそうだ。少し掘ってみるか。この手記はベアラー管理記録とあるが、
これはベアラーの名簿。くそ、こんなに多くの子供たちが犠牲に。しかし院長の筆録に死体を埋めさせるとあったが、そんな形跡は。ここにもアカシアどもが。すぐ戻らせる。隠れ家に戻ろう。この名簿をヘルマンに渡さないと。開けろ。
バルムンク監獄に行かなければ。確かレーベンウィット城塞に隣接しているんだったな。ありがとう、アンブロシア。ドリス、無事か？待たせたな。いえ、問題ありません。少しあたりを調べてみたのですが、多くのアカシアが徘徊しているようです。この状況、囚われたベアラーたちはもう望みを捨てるには早い。まずは調査してからだ。二人で手分けしよう。俺は1階を調べてみる。では私は2階を。また後ほど合流しましょう。誰か生存者がいればいいが、確かにこの状況では。とにかくまずは手がかりを探すか。それらしいものはないか一回を調べよう。鍵がかかっているな。この監獄は軍用魔獣の管理もしていたのか。まだ潜んでいるかもしれない。注意して進もう。シド、生存者はまだ見つかっていません。引き続き調査を続けます。
慎重に。慎重に。魔獣の訓練だと。しかもベアラーをおとりに。ここに彼らを収容していたのもそのためか。ベアラーを魔獣の餌に。命を何だと思ってるんだ。手がかりらしいものはないか。生存者も見つからない。一旦ドリスと合流しよう。ドリス、1階には手がかりも生存者もなしだ。そっちはどうだった？ええ、こちらも同様です。見つかるのは監獄に関する文書だけで、ここは単なる監獄ではなかったのですね。まさか軍用魔獣の訓練にベアラーをあてがっていたとは。魔獣には人の何倍もの極を誇るとの記述がありました。そんな相手にかなうはずもない。囚われたベアラーの中には幼い子供から老人までいたようです。おそらく兵として使えない者もここで処分していたのでしょう。ああ、ベアラーを魔獣の餌にすることでな。そんな、なんということを。他には何かなかったか？鍵を一つ見つけました。2階では使えそうなところはありませんでしたが。だとしたら1階の鍵なのかもしれない。まだ入っていない場所があったはずだ。俺が調べてこよう。ドリスも後から来てくれ。承知しました。残りがいたか。ここに残っているのは君だけかい？うん、兵隊さんはみんな化け物になっちゃった。他の人もあいつに食べられて。あいつ、
軍用魔獣のことだな。シド、その子は隠れ家で保護する。ドリス、頼めるか。はい。怖かったでしょう。でも、もう安心よ。チャドウィックは？え？あのね、チャドウィックがあいつから逃がしてくれたの。それでね、あいつをやっつけてみんなを守るって。お姉ちゃんたちのこともチャドウィックが守ってくれたんでしょ？それは…今の…またあいつが来たんだ。チャドウィック、助けて。まさか軍用魔獣。それにしてもこの方向は…俺に任せろ。お前はその子を守れ。わかりました。シド、どうかお気をつけて。お姉ちゃん。あれが軍用魔獣。奴を始末しなければ。どこかから中に入れないか。Yeah!
やったか。シド、お怪我はありませんか？ああ、大丈夫だ。これは？なぜ書物が？ドリス、見覚えがあるのか？ええ、間違いありません。かつて私がチャドウィックに送ったものです。そうか、彼はこの魔獣と戦っていた。あの子を守るため最後まで戦ったんだろう。チャドウィック、もう他に生き残りはいないようだ。あの子を連れて帰ろう。わかりました。チャドウィック、今度は私が守るから。ずっとあの子の面倒を見ていたのか。はい、一人にしておくのが心配で。ですがあの子、ハイデマリーも少し元気になったようです。救うことができて本当によかった。そうだな。だがチャドウィックのことは残念だった。いえ、シドが軍用魔獣を倒してくれたおかげで彼の最後を知ることができましたから。最後まで弱き者を守る。私の記憶にあるチャドウィックとどこも変わっていなかった。勇敢な男だったんだな。少し聞かせてくれないか、彼のこと。はい。かつて私とチャドウィックはあの奴隷商人の下で使われていたのです。私たちはベアラーの身でありながら教育を受けました。すべては彼女の使いやすい道具になるために。ですが、さまざまなことを学ぶにつれてこの世界に疑問を抱くようになったのです。そして私たちは逃げ出しました。自由を求めて。あのあと彼と再会することはありませんでしたが、思いは変わらず私と同じだったようですね。彼もまた自由のために戦い、間違いなく人として死んだ。ええ、ハイデマリーはその証でもある。だから今度は私が守っていきます。石の剣の名にかけて、彼が最後まで戦ったように、私も最後まで戦い続けます。頼りにしている。ご無事のお戻り何よりです、シド。それでベアラーたちの名簿は見つかりましたか？ああ、それらしいものがない。拝見します。これは院長の出録に。だが白樹の下にはそのベアラーの管理記録しかなかった。あるはずの院長の死体も、生き残ったであろう子供たちも、それから
どうなったかはわからない。そうですか。シドに持ち帰っていただいた管理記録、ここに記されているベアラーの名は確かに昔共に暮らした仲間たちのものです。ハンス、ロタール、みんな孤児院での生活がまるで昨日のことのように思えます。仲良くなった子がいても気づけばいなくなってる。毎日誰かが命を落とすようなところでした。よく生き抜いたな、ヘルマン。私のこの命もみんなの犠牲の上に成り立ってると思うと。お前の命のために仲間が犠牲になったわけじゃない。仲間を思う心がある限り、彼らはきっとお前の命と共にある。はい、私は死んでいった仲間たちのこと、この悲劇を書き残そうと思います。あんなことが二度と起こらないように、亡くなっていった仲間たちが少しでも報われるために、そして生き残ったかもしれない子供たちが今もどこかで元気にしてると信じて。ああ、しっかりな。ありがとうございました、シド。協力していただいて感謝しています。